はい、どうも皆さんこんにちは、真壁です。真壁の米株取引というブログを書いていて、アメリカの投資家ジムクレーマーをフォローしています。いやー、帰ってきました。休暇から帰ってきましたよ、ジムクレーマー。 Hey, I'm Kramer。 はい、聞いてみましょう。 Hey, I'm Kramer。 Welcome to my money。 いやー、いいですね。久しぶりの Hey, I'm Kramer だったんですけども、で今日ね、朝の番組とかマッドマネーでも、自分のね、思い込みだけかもしれないですけども、なんかね、ジムクレーマーなんか元気な、肌ツヤがいいような、なんか顔がね、今日はなんかツルツルだなっていう感じしましたね。リフレッシュした感じがね、勝手ながらしたんですけども。で、この7月13日の月曜日、ジムクレーマーマットマネーで言ってるのはこれですよ。Wall Street Rally Evaporates into Today's Close ということで、まあラリーしたんだけども、エバポレートしたと。もう蒸発しちゃったと、そのラリーがってことなんですよね。で、これナスダック100の先物ですけども、結構寄り付きに向けてね、ぐー上がって、で、午前中すごい上がって、うわー、今週好調なスタートだなと。思ったこと、ドーンいって終わりましたよね。で、この要因は、例えばこのニュースですよ。US denounces China's claims to South China Sea as unlawful ですよ。トランプアメリカ政権、南シナ海における中国の権利主張を公式に非難して、unlawful だと。だからもう完全に不法なものだって言ったんですよね。アメリカはここで明確にしておくと。南シナ海のほとんどの資源に対して中国政府が主張する権利というのは、完全に不法で、その掌握を目的とした嫌がらせの活動も完全に不法だと、そういう声明発表したんですよね。で、今までここら辺の領有権問題には関与しないと、アメリカってそういう立場だったんですけども、それを翻したと。だから今までね、貿易とかサイバーセキュリティの問題とか、新型コロナウイルスは中国発だ、武漢ウイルスだとかね、責任は中国にあると、そうやって米中対立があったんですけども、さらにこうやって南シナ海での中国の権利主張も絶対ダメだと、こうアメリカはっきりしたことで、またね、中国との緊張関係が新たな面で高まると。それでドーンと落ちたんですけども、まあ、ドーンって落ちたとは言っても、今のところはね、それ以上に先週が上がってますから、まあよくあるね、こういうね、こことかね、こことかこことかのような、この調整なのかなとも見えるわけですけども、ここね、ジムクレーマー言ってんのは、今日は午後からハードなリバーサルを食らったと。で、アメリカが中国の南シナ海に対する領有権とか軍事的な威嚇で正式にノーを突きつけたからだと。で、これによってファンドマネージャーが醜く利確をどんどんやった結果だと思うと。だけど、先週株価大きく上がってるから、まあ、ここら辺ですよね。だからそれをね、ある程度吐き出しただけだと。で、この下がりは多分短期的になりうると思うけども。can be 短期的ってことなんですけども。だけど、ジムクレーマー言ってんのは、今週はね、めちゃくちゃ大事な週なんだと。この始まる決算シーズンを占うことができる週だから大事なんだと。で、午前中の上がり、好調さっていうのは、これから始まる決算シーズンに勢いを与えるものだったんだけども、結局、スタートとしては良くなかったねって言ってるんですよね。で、ジムクレーマー、先週休暇取ってたから話せなかったんだけども、今週のゲームプラン、どうなるかっていうのを今回のマッドマネーで見ていこうやないかと。で、これですね。Kramer's ushering in earnings season with a game plan for the week ahead ということで、これアッシャーっていうのは案内役を務めるとかそういうことですよね。で、クレーマーのゲームプランがあると。で、もう過ぎてしまったの月曜日ですよ。ペプシコの決算ありましたよね。で、ジムクレーマー言ってるのは、今日のペプシコの決算は良かったと。で、ステイアットホームの状況のおかげで売り上げが好調で株価が伸びたと。で、株価がね、月曜日もうどうなったんだけども、だからジムクレーマー言ってるのは、その中国とかもあって、その上がりの大半を吐き出してしまったんだけどって言ってるんですよね。ジムクレーマー、これは良かったと。でも、で、ペプシコね、スナックとかの売り上げもね、上がってましたよね。で、これジムクレーマーがね、前々から言ってた通りですよ。ステイアットホームの状況でそういうのはどんどん売れて好調なんじゃないかと。まさに言ってた通りの好調さだったと。そんな決算だったと思うんですよね。で、ジムクレーマーあと言ってんのは、大きな半導体のディールのニュースあったよねと。で、それこれですよね。アナログデバイシーズが、マキシムインテグレーティッドプロダクツを200億ドル以上で買収すると。で、ジムクレーマーね、これに対して言ってんのは、額が予想より巨額で、こういう時は株式市場に勢いがつきやすいと、アップサイドは起こりやすいと。だから午前中ね、わーって上がってたんだけども、中国の問題もあって、バー下がってしまったってことなんですよね。それでジムクレーマー、じゃあまあこういう状況になって、大事なのは本当に明日だと。要は7月14日の火曜日だと。ここがね、めちゃくちゃ大事なんだよって言ってるんですよ。はい、ということで、これがね、クレーマーのゲームプランなんですけども、火曜日、この銀行の決算にね、めちゃくちゃ注目だってジムクレーマー言ってるんですよね。JP モルガンとウェルスファーゴとシティ。この3つの銀行の決算ありますよね。ジムクレーマー言ってるのは、火曜日はベストとワーストの銀行の決算があると。ベストっていうのは JP モルガンですよ。で、ワーストっていうのがウェルスファーゴですよね。JP モルガンのいい決算が、ウェルスファーゴの悪い決算を埋め合わせるかどうかと、どうなるかなってことなんですよね。
でも両方から悪いローンの話が出るだろうと。で、JP モルガンは状況に対処できるだけのバランスシートと、あとはダイバーシファイされたビジネスがあるけども、ウェルズ・ファーゴは本当に多くの個人ローンと石油会社のローンを抱えてると。これもアウチだって言ってるんですよね。本当にアウチって言ってるんですよ。だからもう配当がピンチだと。で、ちなみにシティに関しては、まあ自社株買いをね、中止してて、だから自分たちは株を買う理由をね、失ってるんだと思う。自社株買いできないわけだから。で、今シティに関しては、めちゃくちゃ安いけども、このままずっと安いままでいるっていうのは十分に考えられるって言ってるんですよ。で、JP モルガンね、株価こんな感じ。で、ピョーンって上がってますよね。で、今これ撮ってる時点で JP モルガン決算出たばっかりなんですけども、まあ、EPS も売上高も予想より良かったと。で、寄り付き前で株価上がってるんですよね。で、ウェルズファーゴ。ジム・クレーマー。いや、数字は悪いだろうし、ってね、アウチだって言ってるのはウェルズファーゴですよね。で、シティ。株価安いけども、安いままでいるというのは十分考えられるって言ってるのはシティですよ。まあ、株価こんな感じですよね。で、決算どうなるでしょうか。で、火曜日あと言ってるのはこれですよね。デルタですよ。デルタエアラインズですよ。で、ジム・クレーマーはデルタに関して言ってるのは、ロビンフッドでトレードしてるような、そのミレニアム世代が中心のね、若い投資家たち、航空会社がね、大好きなんだと。なんで大好きなんだと。乗客すら飛行機を毛嫌いしてるというのにってジムクレーマー言ってるんですよね。だから今めっちゃ安いから上がりやすいって考えるってことなんですけども、ジムクレーマーね、デルタはまだまだ政府の援助を必要とするかと。で、この問いにデルタ航空はノーって言うんだったら、他の会社行った方がいいと。例えばアメリカンエアラインズとか。で、アメリカンとかはもう最も援助を必要としてるから。だからそのちょっとヤクザな理由で株買うんだったらそういう援助あったよ、バーン上がるみたいなね。だからジムクレーマー念をしてるのは、これら買うのは別に止めないけども、これはもうトレードだよ、完全に。投資じゃないよと。トレードだから。それ忘れんなよって言ってるんですよね。で、デルタ、株価こんな感じになってても安く見えますけども。で、今これを取ってる時点で決算が出て、売上高は予想より良かったんですけども、EPS はね、予想より下がってますよね。で、プレマーケットの株価落ちてる状態なんですよ。ちなみにジムクレーマー言ってたアメリカンエアラインズこんな感じで。まあね、11ドルとかですもんね。まあ個人的には全然買う気しないですけどね。はい、水曜日なんですけども、この2つの決算発表に注目しているとジムクレーマーやってるんですよね。ゴールドマンサックスとユナイテッドヘルスですよ。で、この2つ月曜日上がったんですよね。で、ジムクレーマーこう書いてる通り、ユナイテッドヘルス and ゴールドマンサックス were today's biggest contributors to the Dow ということで、この2つ上がって、で、ダウの株価指数に大きく貢献したと。で、ゴールドマンサックスに関しては今株価こんな感じになってるんですけども、おーぴょん跳ねましたよね。ジムクレーマー言ってるのは今のマーケットは投資家のパラダイスだと。で、だからゴールドマンサックスの数字はいいと思うってジムクレーマー言ってるんですよ。彼らのトレードデスクの火力は火を吹いてるはずだと。自分のファンドも GS を持ってると。ゴールドマンサックスに関してはだからポジティブなんですよね。どうなるでしょうかね。で、ユナイテッドヘルスなんですけども、以前の動画でもたびたびジムクレーマー言ってますけども、まあ月曜日ね、結構上がりましたけども、今またね、コロナウイルスの感染者数増えてて、で、病院ですごいいつも行われてるような高い手術とかがまたストップしてるんだと。っていうことはあんまりお金かかんないから保険会社にもいいから、いい数字が出るかもしれないよってジムクレーマー言ってるんですよ、ユナイテッドヘルスに関しても。ただね、この先どうなっていくのかっていうのは問題ですよね、株価的にはね。だから将来のことをカンファレンスコールで聞いて、そこに注目しようじゃないかと。で、ユナイテッドヘルスに関しては、カンファレンスコールを聞く前に売買しない方がいいと言ってるんですよね。はい、木曜日。ジムクレーマー言ってるのは木曜日はまた銀行だと。で、まずね、バンコブアメリカとね、モルガンスタンレーありますよね。で、やっぱ火曜日もそうでしたけども、ここら銀行はとにかく注目だと。で、今のダウントレンドを打開するにはよっぽど輝かないといけないと。で、バンコブアメリカに関しては、デジタル化が進んでていいんだけども。で、いつもね、そのデジタル化進んで、ちょっと利益率が良くなってみたいな感じで、決算の株価好調みたいな時が多かったの、ここのところ。だけどもう今はね、状況が違うから、残念ながらもうその程度だと株価は他の銀行と同じように冴えなくなると。だからどうかなって言ってるんですよね。で、モルガン・スタンレーに関しては、こう、イートレード買収したから。これね、2月に発表されましたよね。モルガン・スタンレーイートレード買収するよって。で、ジムクレーマーね、これはプラスの買収なんだと。だからこのイートレードについてどうやって語るのかっていうのをモルガン・スタンレーの決算では注目してるって言ってるんですよね。バンコブ・アメリカ、株価こんな感じで。まあ今24かっていう感じですよね。モルガン・スタンレー。イートレード買収でどうなってるか。モルガン・スタンレーに関しては株がね、だいぶ戻ってきてる気がしますよね。この2月とか3月の水準に比べると。で、木曜日、ジム・クレーマーさんに言ってるのはこれですよ。ジョンソン&ジョンソンですよね。で、ジム・クレーマーね、ジョンソン&ジョンソン、パイプラインいっぱい持ってるからいろんなことに注目してるし、あとはやっぱコロナウイルスのせいで、
今アメリカ経済のねリオープニングと、でさらに患者数が増えてリクローズィング、こういうのは起こってるから、COVID-19 にも大きな力を割いてる、 J&J に注目してるって言ってるんですよね。で今株価こんな感じで、ちょっとねここら辺下がってきた時ね買おうかと思ったんですよね。まあ結局買ってないんですけども、まあ決算どうなるでしょうかね。でこのねコロナウイルスという意味で言うと、ジェム・クレーマーこれですよね。カリフォルニア to close indoor restaurants, movie theaters and bars statewide ということで、もうねアメリカねまだまだね増えてるんですよね。でこの7月13日の月曜日は新型コロナウイルスの感染者が64,605人、すごい数字ですよね。64,605人ですよ。でそれだけ増えて感染者は334万人になったと。でだからですね、この月曜日カリフォルニア州発表したのは、まあ、もともとそういう措置を取られてた地域ももうもはやねカリフォルニア州の一部であったんですけども、もう州全体で店内の飲食とかバーとか映画館とかの営業を禁止したんですよね。また全くまただから逆戻りですよ。あとはカリフォルニア州の最大の2つの学区とかではもう9月からもね登校を再開しないと、もうリモートでやるよって方針示したんですよね。で今カリフォルニア州では新型コロナウイルス感染による入院者数がもう過去最多だと。いやだからすごいですよね、本当にリオープニングの後のまたリクローズイングですよ。で僕が住んでるペンシルバニアもこんなにはね全然増えてないですけど、過去最大とか全然違いますけども、ちょっとずつまた増えてるみたいなねことも言われてますし、これね9月からもまた子供学校行かないっていうのはねすごい厳しいですよね。だペンシルバニアね、ぜひそうならないようにしてほしいなと思うんですけども、もう3月の末からね、ずーっと子供家にいて、で、今ね、サマーキャンプとか行ってますけども、まあ、それもね、時間短縮されたりして。でもね、9月からは学校始まるよっていう、それがね、なんて言うんですかね、希望になってるわけですよ。そこでもあって夏休みも頑張って、よし、子供また放てるよ、学校に行って、9月からってね、みんな思ってるんですけども、9月からね、またリモートだって言われると、いやー、またね、ゴワーンって来ますね。カリフォルニア州はもうそうなってるってことですけども、いやうちの州はねなんとか踏みとどまってほしいですね。子供学校行かしたいですよ。じゃあ次なんですけども、これですよね、台湾セミコンダクターですよ。ジム・グレーマーね、アップルとのビジネスは巨大だと、とてもいい状況だと思うと、その言葉通りね株価すごい好調ですよね。だからこの決算楽しみですよね。ちなみにジム・グレーマーここでね、この台湾セミコンダクターだけじゃなくて台湾という国もね、COVID に関してはいい状況にあると。なんでかわかるかと。なぜならばみんなマスクをしてるからだと。みんなマスクしようぜってまたね、ここでね、念をして言ってるんですよね。で、ちなみにですよ、先週の動画にもしたんですけども、ジム・クレーマーツイッターで、マスクのことについて盛んにツイートしてましたよね。ね、マスクの嫌いなとこ言ってみてくんないとか、どういうマスクがいいと思うとか、そう意見募って、で、月曜日のマットマネーを楽しみにしろって言ってましたよね。で、僕はてっきりなんか、もうすごい新しい、すごい画期的なマスクをジム・クレーマーが誰かと作って、それが発表されるんだと思ってたんですよ。したらですね、全然そうじゃなくて、結局こういうことだったんですよね。そのマットマネーで、月曜日のマットマネーで、ジム・クレーマー、セールスフォースのマーク・ベニオフと、あとハニーウェルの CEO と、あとこの X プライズの人、この3人の人とマットマネーで喋ってるんですよ。で、何について喋ってるかっていうと、これなんですよね。ネクストジェネレーションマスクチャレンジなんですよ。で、これはもう画期的なマスク、そのデザインを公募すると。で、ウィナーは1ミリオンもらえると、1億円もらえると。みんなふるって応募してくれよって、そういうアナウンスをやりたいからこう、ね、先週とか煽ってたっていう、そういうことなんですよ。なんだと、まだ募集かよって思ったんですけども、で、マットマネーでね、喋ってるのは、こうね、マーク・ベニオフとかいますよね、ここにね。で、マーク・ベニオフとかもね、もう熱く語ってるのは、3週間アメリカ人全員がマスクしたら、ウイルスっていうのはアメリカからいなくなるんだと。だけどみんなやんないんだと。マスクがなんか不快だからってことなんですよね。で、トークの中でマスクがいけてない10の理由っていうことで、もうすごいすごく当たり前なんですけども、暑すぎる。メガネが曇る。息しづらい。不快だ。喋りづらい。運動ができない。顔に合わない。飲食ができない。表情が読めねえ。ゲットしづらい。だから人々はマスクをしないんだと。だからこの1億円チャレンジでこういうのを克服する画期的なマスクを作ろうじゃないかと。みんなどしどし応募してくれよって言ってるんですよね。でね、なんかね。で、僕はね、これ聞きながらすごいアメリカ的だなと思って。まあ確かにマスクしない方が快適ですよね、するよりは。
だけどさ、例えばマーク・ベニオフさんが言ってるように3週間みんながしたらウイルスは、ね、だいぶ減るというかいなくなるってね、はっきりベニオフさん言ってるんですけども、僕はそう思わないですけども、そういう状況なんだったら多少不快でもやろうよっていうのがね、こう日本人的な考えですよね。だってやればいいじゃない、そこまで不快じゃないんだからってことなんですけども、でアメリカ人はこういうことやって、でなんかもうマスクの方になんか変革を起こそうとする。なんかね、これずっと聞いてて、うわ、なんかやっぱアメリカ的だなって思ったんですよね。やっぱ違うなと。ごちゃごちゃ言わずに、お金もかけずにマスクすればいいだけなのにね、と思いつつね。なんかでもイノベーション起きたら面白いですよね。どんな感じになるんですかね。はい、で木曜日残りなんですけども、ドミノピザとネットフリックスですよね。で、ドミノピザは今年ね、もう 37% 上がってるっていうことなんですけども、まあ株価見ると、ここでね、トーンと跳ねた時、こっから比べるとね、まだそんな上がってないよねっていう感じですよね。で、ジム・クレイマーね、これ以前の動画でも言いましたけども、何回もね、繰り返し言ってますけども、まあレストランは確かに厳しい状況なんだけども、だからこそデリバリーとテイクアウトに秀でてるドミノピザ、これが強いんだと、ドミノピザはこの決算発表でもいいストーリーを語ってくれると思うって言ってるんですよね。で、このコンタクトレスなデリバリーっていうのは、最も安全に今食べ物が食べれる、そういう状況だっていうことなんですよね。で、さらにこのネットフリックスですよ。で、ネットフリックスね、ここまですごい上がってて、で、これですよね、今年はもう 62% も上がってるんだけど、まだ上がる余地はあるんかって、ジム・クレイマー問うてるんですよね。で、ジム・クレイマーね、言ってるのは、自分はこのネットフリックスは COVID 時代のエンターテイナーとして、もう紛れもない勝者だと思うと。だけど一方でこう言ってるんですよ。Netflix can be self-effacing, so they undercut the blue case with sports coming back ということで、このセルフィフェイシングっていうのはこう控えめなとかね、そういうことですよね。目立たなくさせるとかね。要はこれからね、スポーツとかも戻ってくると思われてるから。まあ実際 COVID の状況次第だと思いますけども、一応ね、いろんなね、その野球とか持ってくると言われてますよね。ちなみに日本ではプロ野球とか J リーグとか始まってますけども、すごいいいですよね、やっぱりね。無観客でもやっぱりなんか元気出ますよね、スポーツの試合のハイライトとか見ると。で、ジム・クレイマーはね、このスポーツとかもカムバックしてることもあるし、ネットフリックスはこう控えめなことを言う可能性があるって言ってるんですよね。だから株価ね、こう今ドーンなってますけども、ここら辺すごいですよね、最近本当に。だけど今買うんじゃなくて決算がどうなるかっていうのと、あとはやっぱりちょっと戻ってくるのをね、ネットフリックス買いたかったらちょっと戻ってくるのを待ちたいなと、ジム・クレイマーはそう言ってますね。で、金曜日なんですけども、これですよ。ブラックロックとファーストホライズン。でね、ブラックロックに関しては、ジム・クレイマーはね、自分はそのフェッドのボンドバイングプログラムについて、ここの決算でどう言及するかと。そこに注目しようかなと思ってると。フェッドの動向っていうのが、この会社の影響が大きいからだってことなんですよね。で、あとはこれですよ。ファーストホライズンですよ。で、ファーストホライズンってそんな規模が大きくないんですけども、わかってるわかってると。比較的小規模なんだけども、注目する理由はこれだって言ってね、こうやってね、指を折りながら、これこれこれでファーストホライズンに注目してると。で、まずこのファーストホライズンなんで注目してるかっていうと、これはもう素晴らしい地方銀行だからだと。で、アメリカでもフランチャイズが強いテネシーのメンフィスが拠点だからだと。で、経営陣が素晴らしいからだと。で、PR はたった8だからだと。で、6% の配当もあるからだと。で、さらに今年もう 46% も下がってるからだと。で、分かってる分かってると。まだまだね、アメリカの経済はめちゃくちゃで、で、COVID-19 のアウトブレイクも起こってると。だけど、この銀行っていうのはオーバーパニッシュされてないかと。今安すぎるかもしれないよって言ってて、だからこの決算に注目してるって言ってるんですね。はい、ということでジム・クレイマーの今週のゲームプランね、こんな感じだったんですけども、まあやっぱ銀行の決算多いですよね。で、ジム・クレイマーボトムラインとして言ってるのは、This week, we'll find out if the real world is going to intrude on the stock market. Intrude っていうのはこう入り込むとかそういうことですよね。で、今週は現実世界がこう株式市場にこう入り込んでくるかどうか、それを見てみようじゃないかってことなんですよね。だからもう株式市場ね、すごい好調で、現実の経済とすごいかけ離れてると、そういうのありましたけども、まあジム・クレイマーね、例えば今日の午後に起こったのはもう現実世界が入り込んできたじゃないかと。中国の南シナ海ノーみたいなことをアメリカは言う。これ入り込んできてドーン下がりましたよね。だ今度はその決算でこう現実がどれくらい入り込んでくるかと。そういうことに注目しようってジム・クレイマーが言ってるんですよね。で、ジム・クレイマーが言ってるのは火曜日からはまさに大きなテストだと。もし銀行がね、決算後に上がるようならいいんだけども、決算後に叩かれるようならもしかしたら市場全体がアグリになるかもしれないねと。見にくいかもしれないねってそう言ってるんですね。いやーでも久しぶりに動いてる元気なね、とこが見れてなんか良かったんですよね。
やっぱりなんか顔がねツルツルになって若返ったような気がするんですよね。気のせいですかね。はい、ということで視聴者から生電話を受け付けてメガロを解説するライトニングラウンドなんですけども、いくつか見ていきたいと思います。まずノードストロムよりはということで、でこの視聴者の人を聞いてるのは、これ2年ぐらいのスパンでどうかと、今がねその直近が多分ダメだろうことは分かるんだけど、2年ぐらいのスパンだと、もう今から買ってっていいんじゃないのみたいなことを視聴者の人は聞いてるんですけども、ジム・クレーマーね、いやいやいや、もっとね多くの素晴らしいリテールがあるじゃないかと、ノードストローム買うんだったらそっちにしろよ、例えばウォルマートだし、例えばターゲットだと、そう言ってるんですよね。だからノードストロームとかに引っかかんなってことなんですよね。はい、次グラクソスミスクラインよりはということで、この会社ね、ジムクラインはあんま好きじゃないと、でみんなねその 4.7% という配当目当てに買ってる人多いと思うんだけども、だけどグロスという点で物足りないと、自分はねこの GSK 買うぐらいだったらやっぱブリストルマイヤーズのようなグロスの面でもいいと、そういう会社が好きだよって言ってるんですよね。はい、で最後ズームビデオは小さく買いに入る好機かもということで、ジェム・グレイもね今日ズーム下がったなと、これはもう小さく買っていく好機だと。でなんで小さくかっていうと、今日ねドーン下げましたよね、もう 5.64% 下げて、でこの下げでまたね怖くなって威嚇売りする人がどんどん出てきて、また下がるかもしれないから、だから大きく買ってはいけないと、だけど下がったら下がったから小さく買っていく好機かもしれないよってジム・クレーマー言ってるんですよね。え、今日は以上です。聞いていただいて本当にどうもありがとうございました。これからもジム・クレーマーフォローしていきますので、まだの方はぜひチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。え、最後におまけの英語コーナーです。はい、ということで今日の英語なんですけども、まあね月曜日なんやかんやそのね中国の問題とかダーン下がったと、で火曜からね決算発表が本格化すると、だ株式市場にとっては明日が大事だよと、明日が正念場だよと、すごい重要だよ、これをどうやって言ってるでしょうか。 But tomorrow's where the rubber hits the road。 はい、こう言ってましたね。 But tomorrow is where the rubber hits the road。 もう一回聞いてみましょう。 But tomorrow's where the rubber hits the road。はい、言ってましたよね。で、このラバーっていうのはね、ゴムですよね。で、ロードっていうのはね、こう道路ですよね。ロード、道路、ロー道路、道路ですよ。だから道路っていうことは、このラバーっていうのはゴムというよりはこうタイヤですよね。タイヤが道路にヒットするところですと。明日はタイヤが道路に接着するところですと。で、直訳はそうなんですけども、どういう意味かと言いますと、これですよ。ラバー hits the road。重要な場面、ここ一番ですよと、こういう意味なんですよね。肝心な時、 When the rubber hits the road、 Where the rubber hits the road、 肝心なことということで、でこの rubber hits the road とも言いますけども、このね the rubber meets the road とも言うわけですよ。 hits でも meets でも言うと、でどんな車でもバイクでもタイヤがあって、でそれが道路走る時にはタイヤがその道路と接する、その時とかその接する部分、ここは重要だということで、そのタイヤが道路につく時っていうのは重大な局面に達する時とか、物事の進化が問われる場面とかね、まあ、肝心な時とか重要な場面とか、そういうことになったんですよね。例文としては This is where the rubber hits the road。 ここが正念場だと、ここがタイヤが地面に接する時だと、ここが正念場だと。 Next week's exam is where the rubber meets the road。来週の試験が重要だと、正念場だと、肝心だと、でこういう風に使うと、この決まり文句ですよね。だからジム・グレーマーね、 But tomorrow is where the rubber hits the road。 明日のこの銀行の決算が本当に重要だと、銀行がね決算後にだだ下がりするようだと株式市場は見にくいことになると、そういうことでしたね。え、今日はここまでです。今日も最後まで聞いていただいて本当にどうもありがとうございました。 But tomorrow's where the rubber hits the road。 And that, ladies and gentlemen, is the conclusion of the lightning round!